東京から東北道を約4時間、仙台から三陸方面へ約1時間、向かうのは三陸海岸志津川です。宮城県南三陸町志津川、リアス式海岸で有名な三陸海岸の南に位置します。志津川湾に注ぐ川はすべて南三陸町内に起点があり、山の栄養を湾内に届けています。さらに親潮と黒潮が交わる豊かな海、志津川が今回の舞台です。地球の4分の3を占める海、そこにはまだ私たちが目にしたことがない多くの楽園が存在します。太古の昔から続く生命の営み、そして驚異の大自然、海を愛する人たちへ伝えられる海からのメッセージは、日本の海はもちろん世界中の海へと皆さんを誘います。ナビゲーターは水中探検家広部俊明。世界中の海を知り尽くしたスペシャリストとともに魅惑のポイントを攻略、未知なる世界へ。知られざる魚たちとの出会いと驚きの生態が明かされます。今回の舞台は宮城県の北部、南三陸町。親潮と黒潮の恵みを受けるこの海は、数々の珍しい生物たちが生息しています。次々と現れる海の天使たちが魅惑の世界を演出してくれます。案内してくれるのは、南三陸町唯一のダイビングショップ、グラントスカルピンのオーナー、佐藤長明さん。長明さんが開発したこの海で、他の海ではあまり見ることができない生物や生態行動をゆっくりと紹介してもらいました。そして探検ダイビングでは、町内の川で白鮭の撮影に挑戦。そこでは生き物の神秘を見ることができました。それでは生き物たちの楽園、志津川の海を楽しんでください。北から親潮が流れてき、南から黒潮が流れる、リアス式海岸の一番南側、南三陸町。ここは親潮と黒潮が交わり、豊かな漁場としても有名です。それでは、この志津川の海を一から作り上げてきた佐藤長明さんの店、グラントスカルピンに行きたいと思います。それでは、こんにちは。こんにちは。はい、どうも、お久しぶりです。こんにちは、どうも、海からのメッセージ、ひろぶです。よろしくお願いします。今回の海からのメッセージは、宮城県、南三陸町志津川にあるグラントスカルピン、オーナー、佐藤長明さんが出演です。南三陸の、海をとことん紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。グラントスカルピンオーナー佐藤長明さんは、宮城の海をとことん愛するスーパーガイドでありカメラマン。日々この志津川の海を案内し、そして撮影しています。長明さん、ショップを始めるきっかけは何ですか？子供の頃はとにかくほとんど勉強もしないで、毎日海に行って遊んでました。一度高校も中退しつつ、各地転々としたんですが、ことごとく挫折をしながら、過ごしてたっていうのが苦い記憶として覚えてます。その後ですね、バーテンの仕事だとか、その
職人、何かを作り出すっていう仕事、何かを表現するっていう言い方もできるかもしれませんけども、そういったものに、そういった仕事をすごくしたいと思ってて、打ち込んではいたんですけれども、実家の酒屋を継ぐことになってまして、親父がその頃体調を崩して、まあ無理やりという半ば無理やり実家の酒屋の仕事を継がせられ、ストレスも溜まってたんで、リラックスしようと思ってパラオに行った際に海と昔と同じように距離感を縮めて付き合っていきたい、しばらく忘れてたそういった思いが湧き立ってきて、その時に体験ダイビングっていうのを初めて行ったんですが、田舎の志津川を思い起こした時に、これ志津川でやっていける事業の一つ面白い仕事になるんじゃないだろうかっていうふうに思い立ったんですね。そこから十数年、いろいろな苦労を乗り越え、今では日本でも有数のスーパーガイドになり、この志津川の海を守っているのです。南三陸、特に東北っていうと厳しい自然が、イメージされるんですけど、過酷な環境であればあるほど、潜った時に、発見する感動がすごく多くあります。そんな内容を皆さんにお伝えできればと思っています。車でショップから港にあるサービスに向かいます。時間にしておよそ5分、車で来るゲストは直接港のサービスに集合する場合もあるようです。志津川に浮かんでる島、青島、って地元の人たちが呼んでる、まあ僕も含めて呼んでる島なんですけど、この島の、北西側のエリアがダイビングエリアに指定されている場所になります。で、そうですね、幅的には、本当に200メーターの、300メーターぐらいの幅しかない場所なんですけど、その中に小さい生き物がメインになるんですが、そういったものが一年中通していろんな繁殖行動を繰り広げてくれるというような場所です。それでは出発です。港には志津川の名産牡蠣が陸揚げされていて、その横を歩いていきます。港から船でおよそ5分、その間船上でブリーフィングをします。今日行くところが2つ岩って言って、マックス約水深でそうですね、取れて10メーターぐらい。それでは1本目のダイビングスタートです。それでは1本目のダイビング、志津川青島の2つ岩からエントリーです。入ってすぐ現れたのはオキタナゴ。ウミタナゴの仲間ですね。ワカメの仲間、アラメについているのはカジカの仲間です。赤い色がとても綺麗。こちらもカジカの仲間、いわゆるアナハゼにそっくりですね。続いて長脇さんがライトで照らしてくれたのはタツノオトシゴです。大人気の魚。こちらはヒガンフグ。黄色い色と目が赤いのが特徴です。上を見上げるとヒラムシがゆっくりと泳いでいます。長脇さんが指を指した先にはオコゼカジカ、とてもかわいい魚です。こちらはアキギンポ。こちらも人気のある魚です。砂地をゆっくりと泳いでいると現れたのはマコガレイ。志津川の海では至る所で見ることができます。
ちらはリュウグウハゼ。北の海に住むかわいいハゼです。こちらはアメフラシ。続いて現れたのはキヌバリの幼魚。リュウグウハゼに似ているのですが、目のところにラインが入っていることで区別することができます。今まで見たことのない魚たちが次々と現れる志津川青島。水温は少し低いのですが、本当にワクワクする海です。楽しい。志津川をやっぱりこう開拓してここまで確立した人なんで、はい、さらに生物の知識にしてもカメラの知識にしても目標にしています。厳しい人ですけど、でもダイビング以外にもいろいろ勉強させてもらってます。長脇さんは、ガイドとしてとても尊敬する人です。奥さんの奈美子さんを筆頭に素晴らしいスタッフに恵まれた店。ゲストにとって心地よい空間が広がります。長脇さん、この海で見られるクチバシカジカが好きだと聞いていますが。そうですね、クチバシカジカっていうのは見た目にもヘンテコリンな魚でありますし、魚でもあるし、カナダの方では水族館の人気者として知られてるんですが、日本国内ではまだまだ知名度の少ない魚ではあるんですね。で、北すぎてもいないし南すぎてもいない、このエリアに繁殖地を持つ魚として知られている魚でもあって、英名でグラントスカルピンという名前がついている。そうなんですね、クチバシカジカのことをグラントスカルピンって言うんですね。それではなぜ店の名前にしたんですか。僕を形成してくれる人々との出会いのもとになった生物でもあるんですね。そういったものからその魚をきっかけに人との出会いがあった、そういったところを、そういった出会いをきっかけにして、僕のダイビングの、スタイルっていうのが形成されたっていうふうに考えてるんで、それでグラントスカルピンっていうのを店名に持ってきたっていうところです。そうだったんですね。長脇さんにとってクチバシカジカは特別な魚なんですね。それでは次のダイビングへ行ってみましょう。北の根に係留してそこからお客さん と、はい、ガイドが引率して入ると。でそれをったらオープンの講習生たちがいるから、二つ岩係留で、二つ岩に係留して船はまあ止まると、はい、でそこに僕らがゲストが潜り終わった順に、残圧確認しながら、安全に帰ってくるというような段取りでいきましょう、はい。でアイナメのところはまあ時間分けて、アイナメのほうらは時間分けて入れ替えで入ることにしましょう、はい。そんなところだけど、あと基本的に多分くちばしの状態がすごく良くなってきてると思うから、はい、もしオスの個体、放卵前のオスの個体は、できるだけ、ストレスかけないような状態にしておくと、はい。でメス、お腹の大きいメスがいた場合は、それはお客さんにフォローするっていうふうな対応でいきましょう。それが一番だから。グラントスカルピンはミーティングもきっちりと行います。今回はグラントスカルピンの他にクジメとアイナメの生態コードも見れるらしいです。どんなのが見れるんでしょうか。長脇さんの後について泳いでいきます。まず最初に現れたのはクジメ。アイナメの仲間です。撮影をしているとこちらの方を威嚇してきます。そしてこの場所から離れようとしません。あったのは卵。クジメの卵です。もう芽が出ています。これは産んだばっかりの卵。北の魚はずっと卵を守って生きてきます。長脇さんが指を刺した先にいたのはアイナメです。
アイナメが守っていたのもやはり卵。たくさんの卵を産むんですね。こちらも目がもう出ています。クジメの卵とそっくりですね。撮影をしていると威嚇するように周りをアイナメが泳いでいきます。さて、長明さんが見つけたのがグラントスカルピンクチバシカジカです。こちらはペアでいます。日本ではこの三陸海岸のあたりでしか見れないこのクチバシカジカ、本当に可愛い顔しています。長明さんが指を刺したのは絶滅危惧種になっているタチアマモ。アマモの仲間です。そこについていたのはクダヤガラ。こちらも珍しい魚。今回のダイビングもまたまた面白いものを見れました。酒屋社長、店の目の前にある実家で切り盛りしているのは長明さんのお母さん。お母さんに話を聞いてみました。私より本人はね、父親に相談したみたいで、まあ1年間やってダメならやめなさい、1年は許しましょう、そういうことで始めたんですね。で、一時期こう酒の店も継いだんですけれども、やっぱり自分のやることと違うなって思ったんでしょうかね。やっぱりできませんでした。で、飛び出しましたね。本人の好きな仕事ですからね、まあ、子供の頃から海の底好きでしたね。店を飛び出した長明さんがまず向かったのは宮城県女川。当初は女川というところが宮城の中で潜れる唯一の場所でしたので、そこをとにかく、まあ、仕掛け7年ですかね、それぐらい潜り込ん でそこに生活している小さな生き物が主なんですが、そういった生き物に興味を持ち始めたというのが宮城の海でに惚れ込んだ、また内容に惚れ込んだきっかけになってます。当初、まあ、女川で潜りながらも地元静川で潜りたいと思って、思いが先にして店舗を静川の方に先に作ったのが2000年になります。2000年に店舗は作ったものの潜る海はまだ女川の海に潜ってまして、ようやく潜れるようになったのは2005年から、今から本当に5年前ですね、ぐらいからやっと潜れるようになってきました。そして今、いろいろなゲストが訪れるようになったんですね。女川時代から有名な佐藤長明さんのところにぜひ行きたいなと思って、今日はグランドスカーシティさんやりました。で、写真いろいろやったことなかったのいろいろ教えてもらったんで、すごいまだ勉強中ですけども、すごいいい人ですね。はい、どのゲストも楽しそうですね。これからお客さんが港から帰ってくるんで、この後旬の食べ物、静川湾の美味しい牡蠣を、焼き焼きにしてご馳走しようかと思ってます。うまい、むーちょむーちょペロむーちょ。静川は素敵な海に美味しい食べ物、最高です。それが一番うまいかもしれない。牡蠣を食べながら弾む話。その日は夜遅くまで宴が続きました。翌朝、長明さん、海にクワガタがいるって聞いたんですが。基本的に海クワガタと言われる生き物の生息域というのは、世界全ての海で一応見られるんですけど、国内で観察できている海クワガタというのは2種しかいなくて、伊豆半島で確認されている死活の海クワガタという種類と、それと、ここ三陸沿岸以北で観察できる、染め分け海クワガタというのが、2種観察できているんですよね。それでは次は海クワガタとその他の甲殻類を見に行きましょう。
それでは海クワガタを筆頭にする志津川の甲殻類を見てみましょう。こちらは萌エビの仲間。こちらはエビの仲間です。少しずつ模様が違うこのエビの仲間たち、正確な名前は分かりません。でもいろんな種類のエビがいます。こちらはナマコの切れ端でしょうか。こういうものを食べているんですね。こちらはこちらでしか見れないカムチャッカモエビ。青い点がとても綺麗。こちらはコシオリエビの仲間。ヤドカリの仲間もたくさんいます。このヤドカリを見ていたら面白い行動を始めました。おそらく大きい方がオス、小さい方がメス。このメスの貝殻を持って歩き始めました。ヤドカリの仲間は生態行動をするときにほぼ強制的に行います。それにしても強引ですね。こちらのヤドカリも食いついています。本当に強引に生態行動を行います。面白いですね。こちらは横エビの仲間。大きさ約2ミリ。小さすぎてカメラを安定させるのがとても大変。こういった横エビの種類もこの志津川にはたくさんいます。さあ長明さんが指示棒で刺した先、白い小さい米粒みたいなの、これが海クワガタ、染め分け海クワガタです。大きさは約4ミリ。でもクワガタに本当にそっくりな形をしています。こういう生物が普通に見られる、これが志津川の海です。こちらはクモガニの仲間。海藻を背中にくっつけています。海面を背負っているのはキヌゲカイカムリ。次々といろんな甲殻類が現れます。面白い。やってきたのはエピソード14出演のガルーダさん。2人はガイド界の仲間でもあり、年が近いということもあり非常に仲がいいのです。ガルーダさん、よくここ志津川には来るんですか？いやね、俺は、毎年というか年に大体2回ぐらい来てるんですよ、自分のフィールドじゃないところなんで、ここに来ると、あと、もともとちょっと話があったっていうのもあったんで、で、海も面白いということでいつもね、遊びに来てるんです、ここには、はい、いやー、もう北の伝道師ですね。北の伝道師、この北の海を、我々に、我々というか一般のダイバーに広めた張本人ではないかと思ってます、はい、長明さんはカメラマンでもあるのでダイバーにとってはとても心強い味方です。長明さん、赤は飛ばして撮る。赤ね、飛ばすっていうか、ストロボの箱ってマニュアル TTL、露出補正の方でプラス補正しちゃう。なるほど、プラス補正で一絞り分ぐらいプラス補正かけちゃうと
赤が綺麗に出てくれるから、団子もそういう風に映る。一絞りから一絞り半開けて撮る。フィルム当時だとよくそういう風に言ってたんだけど、デジタルなんだったら、もう補正かけちゃってもいいし、 TTL の方ちょっと強めに効くようにしとくとか、そういう風にしとくと赤は綺麗に出る。ピンクは逆にオーバーになっちゃうからね。で、面白いのが、ごめんなさい、この海藻って光吸収しちゃうんだよね。で、団子も同じで光吸収しちゃうから、香草についてる団子っていうのは、もう完全にオーバー気味で取った方が、香草の色も、茶色とか黒じゃなくて赤く色が出てくれるし、写真もとても詳しくていろいろ教えていただきて、とても頼もしく思ってます。それではガルーダさんも一緒に志津川の可愛い魚を見に行きましょう。それではガルーダさんも一緒に志津川の可愛い魚たちを見に行きましょう。3人揃っての撮影ダイビング楽しそうです。早速ガルーダさんは撮影の獲物を見つけたようです。長明さんもカメラを構えます。撮影しているのはタヌキメバル。こちらは細長いギンポの仲間。面白い形をしています。こちらは秋ギンポ。非常に綺麗な色合いをしています。周りの景色に体の色を合わせているんですね。続いて現れたのはコケギンポ。こういった小さい穴に隠れて住んでいます。このコケギンポも体を周りの色に合わせて変えています。こちらの岩のところにいたのは大人気の魚スナビクニン。大きさ約2センチ。こちらは白いバージョン。一見すると魚に見えないですね。こちらは砂に擬態をしているセトヌメリ。北の魚たちは環境に体の色を合わせます。網の中に入っていたのはアイナメの仲間でしょうか。面白い形をしています。こちらも初めて見る魚。こちらはカジカの仲間。こちらも周りに色を合わせています。こちらはウミウシの仲間。こちらは珍しい小状ウミウシの仲間。周りの赤いコケムシを食べています。葉っぱに擬態して泳いでいるのはアミメハギ。かわいい魚です。何がいるのかわからないんです。ズームアップしてみるといたのはダンゴウオ。某ゲームのキャラクターにそっくりの大人気の魚です。志津川ではこの魚が一年中見ることができます。長明さんも大好きな魚。本当に可愛い顔しています。カメラマンでもある長明さんはゲストを担当しないときは常に海の中で撮影。ダンゴウオを題材にしたダンゴウオのいる海という写真集も出しているのです。本
たく写真家という、まあ、名前を冠していただけるのはすごくありがたいんですが、どちらかというとやはりローカルプロであるっていう自覚を認識をしてるんですけども、とにかくその海の中である現象っていうのを、種に限らず現象、生態そういったものをきめ細かくいろんなアングルから撮れるっていうチャンスっていうのは、その海に何十本何百本また何千本何万本潜って初めて出会える生態だったりするんですね。そういったものっていうのを、絵として切り取っておきたい、そういったところが、一般的に世界中を駆け回っている方写真家の方と、差別するのであれば違いなんじゃないかと思います。それではガンゴウオを題材としたスライドショーを見てみましょう。新しい季節に彩られた天使たちも衣替えの頃、夕映えの中で君の横顔に昨日の宵に光って見えた。ペアリングしたダンゴウオは冬になると産卵をします。メスのお腹はどんどん大きくなってきます。そして産卵。卵が帰るまでずっとそばで守っているダンゴウオ、そして子供が生まれます。大きく見える親も実際の大きさはこのくらい。今関東からのお客さんが、に支えられてうちのサービスっていうのは成り立ってるんですけども、そういった遠くから来るお客さんっていうのは決してダイビングだけを目的として来てるわけではないんですね。例えば、民宿に泊まって美味しい魚介類を食べるっていうのもまた一つだし、ちょっと足を伸ばしてあったかい温泉に入るっていうのもまた一つの楽しみ方、また食べて美味しかったものは、近所に、配るためにお土産を買っていく、また、民宿以外の美味しいご飯や何かを食べに行く、水域を安全に潜るために、漁協に協力してもらい、うちにとってはダイビングっていうのを一つのアクティビティとして提供している、またエリアをコーディネートする、そういったところを紹介する、ある意味で案内所的な役割を果たしているっていうふうに自覚しています。でまたそれが、充実してきた場合には、こういった、ダイビングの提供の仕方っていうのはきっと東北エリアに関してはモデル的なものになってきてほしい、来てくるんじゃないかっていう希望的なところも含め、例えばこの北隣、南隣、そういったダイビングの、エリアの提供をする場所が増えてくれば、それだけお客さんって長い時間、東北エリアにも滞在してくれる方が増えてくるんじゃないかと思うんですね。そういったいい意味での波及して、ダイビングを利用したもので波及していってくれれば、もうちょっと、過疎や何かっていうところも、減ってくるんじゃないかというふうに考えています。
長明さんは地元はもとより東北全体のことも考えているんですね。季節は冬、広部は再びこの志津川にやってきました。北の生き物っていうのは卵を守るものがすごく多いんで、卵を常にこう親が海外しくこう守ってるような様子っていうのが今これから、寒い一般的にはオフシーズンと思われる冬の海に潜る大きい理由じゃないですか。それでは最後に冬の志津川の海に潜ってみましょう。それでは最後のダイビングは真冬1月の志津川の海を潜ってみましょう。まず最初に見せてくれたのはフサギンポ。大型のギンポです。大きさ約20センチ。カニが近くにやってきました。フサギンポは気に入らないようです。追い払おうとしています。どうしたんでしょうか。必死にカニを追い払おうとしているフサギンポ。よく見ると穴の上には白いものが。卵です。カニはこの卵を食べてしまうらしいです。けなげに卵を守る姿が本当に美しいです。周りにはウニやナマコ、いろいろな生物がいます。こちらはクモガニの仲間、グラントスカルピン、くちばしカジカが現れました。泳いでいるというよりも歩いているという姿、かわいいですね。こちらはペアリングをしています。ゆっくり観察をしていると長明さんが呼びました。指を刺した先にいたのはくちばしカジカ。横に白いものが卵です。やはりくちばしカジカも卵をずっと守っているんですね。体のサイズと比べても多い卵、一体どこに入れていたんでしょう。長明さんが愛したこのくちばしカジカ、何回見ても本当に可愛い魚です。続いて現れたのはジュズヒゲアナエビ。普段は穴に入っていて全体を見るのはとても難しいエビです。非常に珍しい種類。ヒゲが数珠のようになっているので数珠ヒゲアナエビ。こちらも珍しい形をしているメンコガニ。メンコのように平たい体、面白い形をしています。ケイソンのそばにはリュウグウハゼ、至る所にいるのですが、南では見えない
麗なハゼです。志津川の蝶々ホヤ、海のパイナップルとも呼ばれています。このホヤにも隠れエビの仲間が住んでいます。冬の志津川、命のドラマが見れる冬の志津川もまたいいものですね。志津川で見つけた海のアイドル。今回の海のアイドルは横エビの仲間。この横エビの仲間、初めて見たときはプラモデルみたいなこの形に少しびっくりしました。これがエビだと聞いてさらにびっくり。大きさは約4ミリぐらい、非常に小さいエビですが、もうこのカラーリングがとっても好きになりました。大好きなエビです。この番組って探検ダイビングっていうのがあるんですけど、はい、まあ今までちっちゃい可愛いやつとか見せてもらったんですけど、まあ誰も行ったことないとか、あんまり気づいてないとか、すごいっていうとこをちょっとザ・佐藤長明ワールドみたいな感じで探検したいんですけど、どういうところがありますかね。季節限定、普段は、しかも普段は人が見向きもしないような場所で、はい、実は面白いところがあるんですね。お、どこですか。川なんです。川、はい、はい。この時期だとちょうど皆さんおなじみの白酒、白酒ですね。それはちょうど川にたくさんやってきて、はい、運が良ければ、産卵行動まで繰り広げてくれる。お、それいいですね。ガルちゃんも素晴らしいですね。いいですね。それ行きたいですね。行ってみましょうか。今回行けます。行けますよ、ちょうど時期が。はい。あ、じゃあ、じゃあそれで行きましょう。行ってみましょう。それでは決まりました。今回の志津川探検ダイビングは川、皆さんがよく知っている白鮭の産卵を撮影にチャレンジしてみたいと思います。見えますかね。きっと、それでは行ってみたいと思います。よろしくお願いします。待ってる白鮭。ハハハハハ。長明さんとガルーダさん、一緒に探検ダイビングです。そうですね、ここです。ここで鮭の補償を、観察して撮影したり。ああいう風に体がもうボロボロになったり、陸にもう上がっちゃったやつはよく地方名でほっちゃれって言うんですけど、ほっとけって意味でほっちゃれになってるやつから、もうその訴状のタイミングによって元気なやつからそうじゃないやつまで掃除してきますね。ガルーダさんも準備を開始。怪しまれないように看板を立てて、いよいよ探検開始です。川に入るとまずはマスの仲間、たくさん群れています。おそらくニジマスだと思われます。おそらく人が入っていないのでしょう。まるっきりこちらを怖がりません。水草の下にもマスが。この水草の下にもマスがいます。下を覗いてみると、いたのはハゼの仲間。こちらもハゼの仲間です。いろいろな生物がいます。しか
かしこの上流の方には鮭は上がってきてないようです。この堰にかかった金網で上流に行けないのでしょう。堰の下を潜ってみます。長木さんとそっと入水。横で何かが跳ねました。白鮭です。長生さんがカメラを構えている目の前を何匹もの白鮭が泳いでいます。すごい数です。体に黒い縦縞が入っているのがメス。横に赤い模様が入り口が曲がっているのがオス。それでは産卵を狙って少し下流で待ち構えてみましょう。たくさんの白鮭がやってきました。メスは穴を掘っています。産卵床を作っているんでしょう。周りには無数のウグイもいます。真っ白になったメス。産卵期になると体の免疫がなくなり皮膚病になるらしいです。しかし産卵の瞬間を撮ることはできません。なかなか産卵しません、ちょっと粘りながら行ってみたいと思いますが、こんなに、白鮭の、遡上、それから、撮影を容易にできるところはないんじゃないかってぐらい素晴らしいところです。えんじ色のこう横縞模様がこういうふうに入ってる、あのブナ模様っていうんですけど、ブナ模様入ってるやつがオスで、顔がいかついんですね。鼻曲がりっていうような言い方もしますけど、そういった方がオスで、優しい顔で縦縞が体の横に1本入ってる、それがもうあの産卵を控えた、遡上してきたメス。それでは今度は1箇所にポジションを決めて産卵を狙います。早速白鮭が現れました。まずはオスばっかりですね。すると一匹のメスがやってきました。オスたちがこのメスを取り合うように自分をアピールしています。メスを挟んで2匹のオスが両脇でアピール。メスが尾っぽで穴を掘っています。オス同士も興奮してきました。激しい争いです。動きがどんどん激しくなってきます。すると横の方で別の白鮭が産卵を始めてしまいました。慌てて駆けつけたのですが、すでに終了。残念。しかしこちらでも動きは激しくなっています。メスに大きいオス、
それから小さいメスのようなスニーカーオス。激しい争いが繰り広げられています。すでにこの場所で卵を産んでいたであろうボロボロになったメスがやってきました。オスとメスが威嚇です。すさまじい生存競争。するとその間にメスが卵を産み、そしてオスが放精です。放精の瞬間は撮影することができました。産み落とされた卵は約2ヶ月間この場所でゆっくりと育ち、そして孵化します。産卵を終えたサケたちは置いていき、そして土に帰っていきます。悲しいようですが、こうやってサケたちは自分の体を養分に変え、また川を豊かなものにしていくんです。長明さん、素晴らしい世界を本当にありがとうございました。山に降った雨は山の栄養とともに川を形成し、そして最後に海に注ぎ込む、そんな海をもっともっと楽しみましょう。